2012年フランス大統領選挙。2012年フランス大統領選挙。2012年フランス大統領選挙は、フランス第五共和制における10回目のフランス大統領選挙である。2012年5月16日に、任期満了するニコラ・サルコジ大統領の後継大統領を選ぶ選挙である。1回目の投票は4月22日で、 過半数を獲得する候補者がいなかったため、5月6日に上位2名による決選投票が執行された。この結果、フランスはオランドが当選した。任期は2017年までの5年間である。18歳以上のフランス国民には大統領選挙の非選挙権資格があるが、放末候補を防止する観点から、大統領選挙立候補者には最低でも500名の推薦人。 市町村長、欧州議会議員、国会、地域県議会等の議員署名を提出することが求められる。3月16日までに提出された推薦人署名が有効であるか否かを確認した後、3月19日の憲法会議で10名が正式に候補者として認定された。右派与党、国民運動連合を離脱し、新党、共和国連隊を立ち上げた。 ビルパン元首相も立候補を表明していたが、立候補に必要な500名の推薦が集まらず、断念した。極右、国民戦線のルペン投首も推薦人集めに苦労、したが、期日次ぎギリで立候補にこぎつけた。最終的に立候補が認められた、立候補者10名は以下の通りである。4月22日、第1回投票が行われ、 社会党のオランドが1位となり、現職のサルコジ大統領は2位に止まった。しかし、オランドの得票率は28.63%で、過半数には達しなかったため、オランドとサルコジの上位2名が、決戦投票へと進んだ。5月6日に第2回投票が行われた結果、オランドが51.67%の得票で、初当選し、1995年に退任した。 フランスはミッテラン以来17年ぶりとなる社会党の大統領が誕生する運びとなった。ロスパンイコールに候補者。ロスパンイコールに所属政党。コールスパンイコールに第1回投票。コールスパンイコールに第2回投票。得票数。得票率。得票数。得票率。アライニーイコールレフトコールスパンイコールに投票総数。 アラインイコールライト36 584 399アラインイコールライト100.00アラインイコールライト37016309アラインイコールライト100.00アラインイコールレフトコールスパンイコールに有権者数投票率欧州金融危機にあえぐ中雇用経済対策が主な争点となった 財政規律を図り緊縮路線を打ち出すサルコジ陣営に対し雇用の拡大や公共投資を重視するオランド陣営が真っ向から対立。ユーロ圏における大国の大統領選なだけにその結果はヨーロッパ全土に大きな影響を与えるとして注目された。またサルコジ政権に対する信任投票としての意味合いも強い。サルコジ政権下で 失業率が10%にまで達したことに対し、有権者からの反発は強い。野党側も失業率を5%以下に下げるとした公約に違反すると批判した。サルコジ個人の大統領としての支出も大きな争点となった。品格に欠ける言動や庶民とかけ離れた派手な生活スタイルがたびたびマスコミから非難されていた。フランスの世論調査機関。 イファップが2012年1月に実施された序盤戦の世論調査では社会党のオランドが1位で現職のサルコジは2位に止まった。また極右国民戦線のルペンは3位、3度目の立候補となる中道派のバイルは4位となっている。サルコジとオランドの2名による決戦投票を想定した調査でも10ポイント近くオランドがリードという結果となった。また、 フランス共産党と左翼党などで構成される左翼戦線のメランション候補も各種世論調査で10%以上の支持を集めている。選挙期間中の3月にミディ・イコールピレネー連続、銃撃事件が発生し、治安対策が争点として浮上。保守派として移民政策に厳しい対応を示していることや、事件の指揮を取る姿が積極的にメディアに露出したことが走行し、 事件後に行われた世論調査では、サルコジが支持率でオランドを逆転するケースが増えてきた。一方、極左、メランションと極右、ルペンの支持率を合わせると、全体の約3割にも及んでいる。この背景には、欧州金融危機による社会の閉塞感に対する打開策を見出せない二大政党、国民運動号、社会党に対する不満が指摘されている。 1> 第一回投票の結果、オランドが二十八点六パーセントの得票で一位、現職のサルコジは二二十七点パーセントで二位に止まった。一方、ルペンが国民戦線として過去最高得票の十七点九パーセントを獲得し、決戦投票の鍵を握ることになった。五月六日に行われる第二回投票を前にした四月三十日に、世論調査会社、 イプソスが発表した調査では、オランドが53%で首位を維持し、現職のサルコジ大統領を6ポイントほど上回った。また、決選投票の結果を左右するとされる国民戦線の支持者で、第一回投票において、ルペンを支持した回答者のうち54、54%がサルコジに投票すると回答。オランドは14%で、残り32%は、 投票先を明らかにしていない。ルペン自身はどちらも支持せず、白票を投じると表明し、支持者には自由投票を求めた。サハ、メランション、中道、バイルは共に、オランド支持を打ち出し、再選を目指すサルコジにとっては打撃となった。また、与党所属のジャック・シラク元大統領までもが、野党のオランド支持表明した。5月2日には、 決戦投票前の唯一のテレビ討論が生放送で行われ、二人が直接対決で激突した。劣勢を跳ね返そうと攻撃を繰り出すサルコジに対して、オランドは比較的冷静に対処し、専門家の分析では、討論による選挙情勢への影響は少ないとみられる。5月6日に行われた決戦投票の結果、51.67%の 得票でオランドが勝利した。現職の大統領の敗北は、ジスカールデスタン以来31年ぶりのことである。事前の世論調査よりも2名の差は縮まったものの、サルコジは劣勢を跳ね返せなかった。大統領就任後の6月には議会総選挙が行われ、社会党が議会の安定多数を確保して勝利した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。